こんにちは、すみやです今日は通勤チシャンアトラス彗星のフレーミング撮影についてです昨日と一昨日ツーチシャンアトラス彗星をライブ配信しましたシスターでもねドワーフ3でもライブ配信が成功しましたねまあ、それ以外の望遠鏡もあるんですがこのスマート望遠鏡2台あればねほぼ天体観測は 十分楽しめるんではないかなというふうに思いますで、特にシースターに最近実装されたフレーミング機能が秀逸ですねもう赤道儀いらないんじゃないかと前回の動画でもお話ししましたが昨日はですね、初めてこのフレーミング機能を使って通知車アトラス彗星をライブ配信でやってみました 素晴らしいですね最初はね水星の角が真ん中に入らないでちょっと欠けていたんですけれどもだん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 範囲が広がって水星全体が入りそして長い尾がね全体が見えてくると非常に画角が広がりましたね。普通 C で撮ってみるとですね水星の角と尾の少しだけしか入らないんですけれども。 このフレーミング機能を使うとですね2倍の画角に広げることができるさらにですね水星の角を少し下側に移動するとですねさらに尾が伸びて最初の初期設定の通勤シャートラス水星の尾が3倍ぐらい映りましたねすごいですただしね時間がかかるので最後はね残念ながら時間切れになってですね 一番上のところがね、少し欠けているというものになってます。それから途中でね、雲が出てきて、その部分だけね、白いノイズが乗ってしまうというね、一応限界はあったんですけれども、一晩中ね、晴れていればそういうね、トラブルもなく、いろんな天体がね、広角で撮れるんではないかなと思います。それから、一昨日ライブ配信をしたときに、 今、C スターのフレーミング機能で1.5倍で撮影していますというコメントがあってね、終わるか終わらないか心配だったけどもなんとかね、完成して終わりましたというコメントをいただいたので、じゃあ私もね、この C スターのフレーミング機能を使って通鎮車アトラス彗星を撮ろうということでやってみました。まあ最初はね、初期設定のまま1倍で撮っていたんですが、次にね、1.5倍で撮影しました。 そうするとね、1.5倍は意外と早い段階でね、完成したので、次は2倍にチャレンジしようということで、スタック時間が1時間ちょうどになっていました。まあ実際の撮影時間はね、その倍近くかかっていたかもしれませんが、通シャアトラス彗星はかなり早い時間からね、導入できて、5時半ぐらいにはもう導入が成功していましたので、まあそこからね、約1時間ぐらい、 通常のフレーミング機能を使わない通常の撮影をやっていてその後1.5倍で撮影してそしてその後ね2倍にしたので最初からフレーミング機能を使っていればね通鎮車アトラス彗星の長い尾が全部綺麗に入ってそして一部欠けることもなくね完璧に完成したんではないかなというふうに思いました。細長い天体、特にね、 星なんかは細長く出るのでシスターはね標準の撮影でやるとねどうしてもね尾の一部しか入らないんですがこのフレーミング機能を使えば尾がね3倍近く入りますえそして画質もですねフル HD から 4K の画質になりますねこれがすごいところです本来センサーの解像度はね1 9 2 0 ×ける 1080p というものなんですけれども、それがですね、3840×2160 ドットのね、4K 画質に向上するっていうのがいいですよね。はい。まあ、ドワーフ3は最初から 4K のセンサーを積んでいるので、ドワーフ3で撮った画質と同じぐらいの画質がースター S50 でもね、もう実現できると。しかもね、光景が大きい分、 解像感は高くなななっていいいいるんじゃないかなという,ふうに思います。もちろんねドワーフ3にモザイク機能が入ってくれば 8K ぐらいの画質で撮影がひょっとしたらできるようになるかもしれません解像度が800万画素から3200万画素の解像度になるかもしれませんね、まあ、ドワーフ3で2倍のフレーミング機能モザイク機能が入ってくれば 3200万画素ですから、私が持ってる一番高いね、APS-C サイズの ASI 2600MC Pro は2600万画素ですから、その2600万画素を超える解像度になるかもしれませんね。すぐにモザイク機能、フレーミング機能がドワーフ3に入ってくるかどうかはともかくとして、将来的にはね、そういう可能性があるので、ものすごくね、期待が高まりますね。 やはりモザイク機能、フレーミング機能、すごいですよね。もはや高性能なセンサーを積んだね、何十万もするような CMOS カメラ、必要なくなりますね。昨日はね、赤道儀がオワコンなのかというふうな話もしたんですが、今日はですね、APS-C サイズとかね、高解像度の CMOS カメラもオワコンになるかもしれませんね。 モザイク機能、フレーミング機能を使えばね将来的には今の APS-C サイズとかフルサイズのねものすごく高い何十万あるいは百何十万もするような CMOS カメラがなくてもこういうスマート望遠鏡でもね同じぐらいの解像度で天体撮影ができる時代がすぐそこまでやってきているんではないかなというふうに思いました。 高性能な CMOS カメラ、オワコンなんですかね。小さいセンサーでもモザイク機能、フレーミング機能を使えばね、高解像度ができる。光を集める能力もね、どんどんこれから向上していくでしょうから、こういう小さいセンサーで小型のスマート望遠鏡でもね、高性能な天体望遠鏡と CMOS カメラを使ったね、撮影と同じような 天体観測が楽ししめるるる時代になななででははいいいかとと期待しているところです、はい、C スター S30 はねさらに広角ですからドワーフ3の 4K のセンサーを積んだようなそういう C スターがね次に登場するかもしれませんねセレストロンのオリジンのようなね F 値が2.2とかねそういうスマート望遠鏡が 廉価版で登場すればね、もはや天体観測はスマート望遠鏡だけで完結するそういう時代がね近づいてきているのかもしれませんね赤道儀もいらない高性能な CMOS カメラもいらない最近のスマートフォンってすごい画質が向上してますよね。こういうスマートフォンの進化を考えるとスマート望遠鏡の進化もねすごい勢いでこれからも進化していくと思います。 夢のような天体望遠鏡がものすごく安く手に入る時代シースター S30 は5万数千円で手に入りますしドワーフ3だってね8万いくらで手に入りますしシースター S50 はもうすでに8万数千円で即納ですからね <laughs> はい、まあ、こんなね10万円もしないスマート望遠鏡で今まで考えられなかったような簡単さで しかも高画質の天体撮影ができる時代天体観測を楽しむ時代に入ったんじゃないかなというふうに思います今日はねちょっとね天気が悪いので通鎮者アトラス彗星ライブはできないと思いますが明日また晴れるかもしれませんのでその時は通鎮者アトラス彗星ライブをやりますので是非お越しくださいお待ちしております本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございました チャンネル登録、グッドボタン、メンバーシップよろしくお願いします。さよなら。えいっ、え